あ、皆さんこんばんは。今日はね、東映チャンネルさんつうか、仮面ライダーセイバーのスタッフにちょっとでも申したい。ファイナルステージの、最後を YouTube でやるらしいんやけど、プレミア配信らしいんよね。3800円って。いやー、最後の最後までやっちゃったかーって感じだけどね。うん、いや、子供見れないじゃん、これだったら、ほんと。いや、セイバーはスピンオフとかでもね、全部有料じゃないと見れないようなやつばっかりだったかな。あれでね、新しいファンを獲得しようとしてたかと思うと、ちょっとな、どうかなと思うけどね。まあ、あとあれ、セイバーの最終フォーム、のクロスセーバー、あれもただの色違いやし、あとあと映画かなんかで、あの人をやるんだって、仮面ライダー、誰やったっけ、タッセルか。仮面ライダータッセルになるらしいんやけど、この映像がね、どうもね、やばいんよね。この映像がね、これある人からの情報で画像を送ってもらったんやけど、ちょっと待ってよ。この仮面ライダータッセルっていうの画像はね、これなんよね。どっかでこれ見た仮面ライダーじゃないです、これ。ぶっちゃけね、どうもね、仮面ライダードライブにで撮った、仮面ライダールパン、それを、ただ色違いらしいよね。ちょっと証拠見せますわ。まあ、仮面ライダールパン見たことがある人はね、わかると思うんだけどね。いや、俺最初ね、送ってもらった時に、あれ？この仮面ライダー、どっかで見た仮面ライダーなと思ったけど。モールなんよね。いや、これはちょっとないな、本当に。これ。見た目、色が違うだけでしょ、これ。多分これ使い回しじゃないかと思うよね、スーツの。いや、タッセル、仮面ライダータッセル、ちょっとお気の毒だな。いやー、まさかの使い回しの、になるとはね。ちょっとこれはないなー、ほんと。セイバー、最後の最後までね、こんな感じで来るんかと思ったけど。って言いながらなんだかいいな、俺一応最初か最後に見てるけどね。まあでもさすがにね、有料チャンネルは見てないけどね、あのスピンオフとか。いや、あれね、やっぱお子さんとか見てもらいたいんだったら無料でやらないと、やっぱり。本当にね。いや、まあ、残念ですね、最後のファイナルトークショーとかもね、有料じゃないと見れないなんて。残念で致し方がない。まあね、ほんと、リバイスはね、そういうことだけはやってほしくないけどね。まあ以上、ちょっとセイバーに関していろいろ語りましたわ。